本人自身も否定しているのに、人格を見る目ってやつがあるわ。いいわ、ユカコさん。彼の行動に免じて、魔法使いとしてもう一度だけ最後のチャンスをあげるわ。最後のチャンスとは、この中から一つだけ選択すること。あなたの本当の顔はもうない。でも私のシンデレラは、今までエステしてあげた人の顔全てを記憶しているわ。この中から一つ自分の顔を選びなさい。自分の顔を選べたら、顔を元に戻すことが可能よ。手相と指紋も自然と戻るわ。シンデレラの話のガラスの靴のように、ぴったり合うものを選びなさい。初めからそういう態度に出ろ、ボケ。そんなの簡単にわかるわ。毎日鏡見ている自分の顔ですもの。でももし他人の顔を選んだのなら、その顔は決してあなたには馴染まない。いいえ、馴染まないというより、この辻彩の美の基準から言うと、醜いといった顔になると予告しておくわ。そして一生その顔の運勢に従ってもらうわ。ユカコさん、気をつけて選んで。鏡の顔って左右逆さまだから。正解は全部違うだわ。その中にあなたの顔は一つもない。全部違うと見抜いた時だけ直してあげるわ。それが魔法使いのルール。なんか迷い出すとこっちのかもって思えるわ。でもこれだわ、間違いない。自分の顔だからはっきりわかるわ。それでいいのね。はめ込んでみればわかるけど。いえ、この顔じゃないわ。私の目ってもっと吊り上がってたように見えるもの。どれなの。やっぱりどれだか自信がないわ。どうしたの、早く選んで。いえ、私選ぶのやめたわ。何言ってるの。顔のない人生を送りたいの。光一くんに選んでもらうわ。だって光一くんの選んだものなら、私それがどんな顔だろうと、どんな運勢だろうと、それで満足だわ。それに従えるわ。後悔だってないんだもの。そんなこと、それは構わないの。選んでちょうだい、光一くん。これだよ。何か理由はないけど、これのような気がする。でも、もし違う顔だったとしたら、それエコーズっていう僕のスタンドです。あなたのスタンドでエコーズの目を傷つけて、僕の目を見えないようにしてください。後悔しないとか言ってるけど、ユカコさんの性格だと、違う顔になったらきっと僕に見られるの嫌だと思うんだ。僕、ユカコさんのこと好きになっちゃったもんで、そうなるのすごく嫌なんです。だから僕が見なけりゃ済むことだろうと思うので。コイチくん。じゃあユカコさん。はい。して顔を見えないようにするとまで言うとは。魔法使いとしてのルールを曲げたけど、直してあげたわ。何の関係もない彼の目を奪ったりしたら、魔法使いとしての誇見に関わるから。ユカコさん、あなた男の子を見る目だけは確かだったようね。エステシンデレラ営業中。愛と出会うメイクいたします。